ワイパーズ・タイムズは、第一次世界大戦の最中に、ベルギーのイーペルの最前線で、イギリス軍兵士たちが残酷で観光していた、定期観光物である。1916年の初頭に、第12不評大隊、シャーウッド・フォレスターズがイーペルの前線に駐屯していた時、印刷機が発見され、それをきっかけに観光されるようになった。 観光物の名前は英国軍兵士の間でスラングとして通用していたイーペルの発音、ワイパーズに由来している。1916年の初頭に第24師団第12不評大隊、シャーウッド・フォレスターズがイーペルの前線に駐屯していた時、打ち捨てられた印刷機が見つかった。平時に印刷業者を営んでいたことのある軍曹がいたため印刷ができるようになった。 編集長は、フレデリック・ジョン・ロバーツ大尉、編集補佐は、ジョン・ヘスケス、ジャック・ピアソン注意であった。はじめは、ワイパーズ・タイムズ・セイリアント・ニュースというタイトルで、1916年2月12日に、総刊号が100部印刷された。総刊号も含めて、大抵12ページほどで、その後22号まで発行された。タイトルは、英国軍兵士が、地名のイーペルを、 ワイパーズのように発音していたことに由来している。観光物の大きさやレイアウトはあまり大きく変わらなかったものの、タイトルは数回変わっており、ザニューチャーチタイムズ、ザケメルタイムズ、ザソンムタイムズ、ザビエフタイムズ、ザベタータイムズなどと呼ばれていたこともある。BEF はブリティッシュエクスペディショナリーホースの当時語である。九百十八年状況工程を願って、 ザ・ベター・タイムズというタイトルで最終号が刊行された。無人地帯の不動産売却に関する冗談、広告内容の大部分は残酷での暮らしを主題とするジョークや風刺であり、イギリスの著名な老舗風刺雑誌であるプライベートアイに例えられている。兵士から投稿された自作の詩や風刺漫画が多く掲載されていた。ユーマーが非常に重視されており、 無人地帯の不動産の売却に関する広告など、ジョーク広告も多数掲載されていた。第一次世界大戦期の英国軍兵士の間では、試作が盛んで、多数の戦争詩人が活躍していた。ワイパーズ・タイムズには、詩が投稿されるばかりではなく、残豪の兵士たちの間で詩の人気が高まりすぎている、ことを指摘し、危険な任務の最中も常に、死のことばかり考えていて、 仕事をおそろかにする者に注意を促すなど、死に関する面白おかしい内容の冗談記事が掲載されていた。残豪で書かれた日記や観光物はあまりきちんと残っていない。ワイパーズ・タイムズもそれほど多数は残っていないが、イーペルのフランドル戦場博物館には1916年2月12日の創刊号が所蔵されている。 ダイエット書館にも1916年7月31日の号などが所蔵されている。ファクシミリ版は複数刊行されている。2013年に BBC がワイパーズ・タイムズに基づいてイアン・ヒスロップとニック・ニューマン脚本でテレビドラマザ・ワイパーズ・タイムズを制作した。ヒスロップとニューマンはプライベート愛で働いていた。ベン・チャップリンがフレッド・ロバーツ・大尉を ジュリアン・リンド・タットが、ジャック・ピアソン・中尉を演じ、マイケル・ペイリンとエミリア・フォックスも出演した。2016年9月にテレビドラマのザワイ・パーズ、タイムズを原作とする同名の舞台劇が、テレビ版の脚本家である、イアン・ヒスロップとニック・ニューマンにより執筆され、ニューベリーのウォーターミル・シアターで初演された後、ロンドンのウェスト・エンドにある、アーツ・シアターで上演された。ヒスロップとニューマンは、 テレビドラマが制作される前の2006年からワイパーズ・タイムズの戯曲化に取り組んでいたという。2017年の9月から11月にかけて本作はカーディフのニューシアター、オックスフォードのオックスフォード・プレイ・ハウス、ウェストクリフ・イコール・オン・シーのパレス・シアター、ギルフォードのイボン・ヌーアルノー・シアター、マンチェスターのマンチェスター・オペラ・ハウス、グラスゴーのシアター・ロイヤル。 シルトナムのエブリマンシアターを巡回した。2017年のリメンブランスデーの週末にはグラスゴーのシアターロイヤルで上演された。2018年8月から12月まで再度 UK ツアーを行った後、10月16日から12月1日までウェストエンドのアーツシアターでまた上演された。ありがとうございます。